はい、今回はね、再びプレイステーション5新型がね発表になりました。基本スペックはそのままなんですけど、まあ細かいところがねブラッシュアップしたりとかしてますが、まあ残念ながらトレンドに上がったのが値上げというのがねちょっと寂しいところなんですけども、まあなんだかんだ皆さん関心があるということなんで、まあ今回ねこの2点絞って考えていきたいんですが、プレイステーション5は売れていないのかってやつですね。1番2番、プレイステーション5の定価は高いのかというのをねちょっとね正確に紐解いていきたいと思います。ということでまず1番です。こちら、プレイステーション5は売れていないのかということなんですけど、まあ日本にいるとちょっと元気がないなというのはね感じていると思います。で実際ねこちら VG チャートってやつかな、見てみますと、ご覧のようにほぼスイッチと同じような動きをしてますね。まあ立ち上がり実は PS5 の方が売れてました。で年末商戦に入ったスイッチがね一時逆転したりとか、まあいわゆるデッドヒートを繰り返してます。で2年目の年末商戦でスイッチがググッと伸びましたけども、プレイステーション5も後を追うように伸びました。で今年の7月ですね、プレイステーション54000万台突破というアナウンスがありました。2年8ヶ月で達成です。ちなみにスイッチもほぼ同じ2年6ヶ月で4000万台突破ということで、基本的にはねだいたいスイッチと同等に世界レベルで見ると売れているというのが現状ですね。まあこうやってね同じ期間をね比較してみるとその違いがわかると思いますし、まあ大体同じなんだということで意外って感じもねあるかもしれません。特に日本にいるとなかなかねプレイステーション5の存在感がちょっと薄いかなといった感じがありますけど、世界的に見ると基本的に互角といった感じがします。なので決して売れてないわけじゃないということがわかると思いますね。ちなみに同じく PS5 とね発売時期が似ている Xbox シリーズ系なんですけど、こちらは2023年6月の段階で2100万台を世界で突破したということなんですけど、まあそう考えると PS5 とね同じタイミングであるにもかかわらず、まあ2倍ぐらいの差があるということなんで、まあよくね言われているアクティビジョンかなんかを買収している問題もありましたけど、まあ Xbox の方がむしろ現在の状況が芳しくないっていうのがね、わかる。なんとかしてこう、逆転したいということがね、この買収劇にも現れていると思いますが、現状、こんな感じで推移しているといった感じなんですよ。まあ、このね、スイッチの方が3年ぐらい早く発売してますから、現在の販売数、総販売数比較しちゃうと、まあ、それはね、スイッチの方が多いに決まっちゃうわけなんですよね。だからまあこうやって同じ期間で比べると、ああ意外とねプレイステーション5って売れているんだなっていうのがわかると思います。あのねスイッチと同レベルということでね。ただまあ日本にいるとね、さっきも言いましたけど、ちょっとこう日本の販売数も伸びてはいますけど、スイッチほどではないというのが現状です。ということでこういうことが分かりましたよ。日本にいるとあんまり実感がないが、世界的に見るとプレイステーション5は非常に好調であるというのがね分かったと思います。まあ、4000万台突破した時のグラフ、特にスイッチは2019年代なんですね。で2020年っていうのはもう皆さん嫌というほど覚えていますけど、そう、新型コロナウイルスが大流行した年であります。それによって自宅にこもるということがね異様に増えた期間がありますよね。そしてそのタイミングに合わせて出てきたわけじゃないんですけど、2020年3月、集まれ動物の森が発売され大ヒットですよ。空前のヒットで、まあ2020年の11月にね Xbox シリーズ系と PlayStation 5がローンチするという流れになっています。でここのね2020年21年スイッチってめちゃくちゃ売れましたよね。4年目のハード、5年目のハードとは思えないほど売れました。ちなみに去年の2022年も最初の3年よりもハードの売り上げが多いというね、
まあいろんなコロナ特需みたいのもあったのかもしれません。でまあ厚盛りなんかもね、家でちまちまするのと非常に相性が良かったということもありまして、まあスイッチ4年5年でね大ブーストを起こしました。現在ねスイッチの世界売上は1億2500万台ぐらいなんで、まあこのね3年間の売上が相当効いていると思います。さあスイッチ4年目でねブーストかけたスイッチに対して4年目のプレイステーション5値上げで挑むわけなんですけどね、この値上げがねどう響いてくるのかなっていうのが、今後のねプレイステーション5のポイントになってくると思います。スイッチは値上げも値下げも基本的にはないんですよね。一応有機 EL の投入によって値上げ、実質値上げ、いやただスペックも上がってるということで、今回のプレイステーション5のようなことをしてますんで、まあこのね影響がプレイステーション5の場合にどう転がるかっていうのがポイントになります。スイッチの場合は実は有機 EL バージョンがね一番売れているということで、まあそんなに、値上げというかねそういった悪影響はなかったと思います。さあ今回プレイステーション5、ただね価格が価格なんですよね。うん、この定価が高いですよ。6万7000円です。通常モデルがね。この価格は正直高いのかと。そう、今日2番目のポイント、PS5 の値段が高いのかに入っていきますけど、そうですね、やっぱりこう、為替相場、円安の衝撃っていうのがあります。ところがどっこい、実はね、日本市場っていうのは優遇されているんじゃないかなと思います。現在、1ドル、そうですね、150円ぐらいでしょうか。おそらく企業も、レートをね、150円ぐらいに想定して、値段を決めてると思いますけど。で、まあ、ソニーインタラクティブエンターテイメントは日本ケースと、よく言われています。まあ、決定権がね、アメリカに行っちゃったっていう関係で、まあ、どうしてもこう、日本市場、まあ、世界的に見れば10分の1ぐらいなんで、まあ、軽くは見てないけど、最重要ではないみたいなね。そんな感じのポジションにいます。ということで、今回日本の PS5 の値段が決まりましたよ。66,980円と、デジタルエディションが59,980円ということがね、アナウンスされました。これは実質値上げになっているということでね、Twitter、今は X でしたっけ、トレンドに上がってましたけども、確かにね、6万7000円と6万円ですよ。結構きます。ちなみに、北米見てみますけど、499.99ドルと、まあ、449.99ドルという価格になってますね。で、このね、北米の定価を、現在のレート、1ドル150円でちょっとね、計算してみたいと思います。いや、1ドル150円ってね、結構やばいというか、まあ、何をもってやばいかっていうのがわからないんですけど、まあ、これが現在の日本の実力と見るのか、何なのか、まあ、どっかの怠慢もあるのかもしれないけどもね、まあ、ちょっと150円で計算してみましたよ。そうすると、アメリカのやつそのままね、150円で計算すると、通常版7万5000円。デジタルエディション6万7500円となります。となると、日本のね、定価、実は結構7、8000円ぐらい安く設定されてます。円相場から比べるとね。だから、全く軽視してるわけではないと。軽視してるわけじゃないと。懸命に下げてくれると、そのままね、円相場通りにやったら、7万いくらになっちゃうわけですよ。そっからまたソフト買ってとかやると下手すると10万円ぐらいになっちゃって、もうとてもねお遊びのゲームっていうわけにもいかなくなっちゃう価格ですよね。まあだからといって安い、円相場からすると安いとは言ってもゲームに6万7000円出せんのかっていう話になりますよね。まあその辺は価値観の問題とかありますんで、一概に安いか高いかっていうのは難しいですよね。うん、だから、まあ、いずれにしても今までの常識からいくと、6万7000円のゲームハードって、高いと言わざるを得ないと。まあ、それがね、
日本の給与が全体的にね底上げされていればこれも普通に思えたのかもしれませんけども、ちょっとその辺がね、まあ全員に平等に賃上げがされるわけでもないのでね、難しいところだと思いますけど、まあいずれにしても日本の定価って非常に頑張ってくれたと思いますが、じゃあゲームハードとして見たときに安いのか高いのかっていうと、やっぱり高いなぁと言わざるを得ません。となるとね、この価格を見て、この PS5 の売れ行きを見て、スイッチも新型スイッチね、価格をねちょっと決めてくるんじゃないかなと思います。例えばこの6万7000円で結構売れてると判断した場合、スイッチもねガツンと上げてきてしまうかもしれませんが、あれやっぱり売れないなとなると、スイッチもねこうちょっとこう価格をねいろんなものを削るのかどうなのか分かりませんが、考えてくるんじゃないかなと思います。そういった意味で今回のプレイステーション5の新型っていうのは、次のねスイッチの価格にも影響してくるような気もしますし、まあ多少はね考えてくんじゃないかなと個人的には思います。一つ気になったのが、まあ結構縦置きをねアピールしてますよね PS5 って。まあそんな中、今回こう新型 PS5 を縦置きするには今映ってるような、リング土台が必要になってくるみたいなんですけど、これ4000なんですね。で本体には同梱されてないということなんで、まあ新型 PS5 を縦置きにしたい、そして買うぞという方はねこれを買わなきゃいけない。まあライセンス品か非ライセンスでも出そうではありますけども、結局これ定価のね PS5 に4000円のこのリングを足さなきゃいけないということでね、やっぱこう初期投資がね結構しちゃうなみたいなね気はしてしまいました。決して騙してるわけじゃないんだと思いますけど、別売りになってますね。さあそしてね、その他のもう現行発売している周辺機器もう残念ながら値上げでござるということでね、まあこの中で特にビビるのは、自分実はね PS5 ローンチ時に全部買っちゃったんですけど、値上げになっちゃうんですよね、こちらね。特にデュアルセンス、白黒以外の他のカラーはついに1万円に近づいてますよ。コントローラーって比較的消耗品に近いんですよね。そういった意味で、消耗品がもう1万円の時代なんだなっていうのがね、やっぱりびっくりする価格になりました。まあ昔から見てるものとしてはファミコンのコントローラーが確か1200円ぐらいだったんですけどそう考えるとね、まあ 7,8 倍になっちゃってるといった気はしますんでね、まあコントローラーの構造もより複雑になってますから、ファミコンとね比較するのも変な話ですけども、そういった意味でちょっとねコントローラーの価格の変遷をね次回見ていきたいと思います。ということで今回のまとめはね、1番 PS5 は売れていないのかっていう話でしたけども、日本だけ見てちゃわからない、世界レベルで見ればスイッチと同等で売れていますが、さあ4年目値上げしましたがどうなるかっていうのが一つのポイント。2番目 PS5 の定価は高いのかっていうことでね、これはまた難しいんですけども、まあゲームハードとしては高い、まあ円安を考慮すると非常に頑張った日本の価格を提供しているといったところでしょうか。ではまた。